はい、どうもこんにちは、まめです。今日も楽しくスマブラスペシャルやっていきたいと思います。ですね、今回はねウルフの即死コンボについて触れていきたいと思います。まあね、ウルフってね本当に最上位キャラで結構上のランクにいるキャラですね。復帰が弱いだけで本当性能、飛び道具、体術全部を見てもね、まあ復帰はちょっとね弱いんだけど、復帰以外は全部 S ランクだと思います。ちょっとね今回はね即死コンボについてやっていきたいと思います。見てください。やり方簡単ですね。クーマ A、クー N、横 B、 これだけですね。よし、やっていきましょう。自分も死ぬ。こんな感じですね。めちゃめちゃ強いです。めちゃめちゃ強いコンボなので覚えてくださいって感じですね。相手がもう、相手が1機しかない時とかはね使えると思います。はい。自分も死ぬんかいっていう感じなんだけどね。空前だけだとやりづらいので、空前と NB を入れると入りますね、今回の即死コンボは。はい、ということでね、皆さんも試してください。ということでね、オンライン対戦の方移っていきたいと思います。さあやっていきましょう。相手リドリー。リドリーか、わかんねえな。てかアイテム入ってるしやだな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ウルフは強いぞ。すかしつかみができなかった。オッケー。オッケー、いいよ。ウルフ強いよな。マジでこれ最上位キャラだと思う。オッケー。オッケー。オッケー。いいよ。どうやって決めよう。空母かな。空母とかで決めれるかな。オッケー。どうやって決めようか。いやー、出た出た。はい、さよなら。これもらいたいな。はい、はい、 OK、 OK、 さようなら。消えたし、スマッシュボール。ほい、はい、さようなら。このメテオが強い。うわ。こっちじゃないか。はい。下投げして。オッケー。下投げして。いや、マジでウルフ強い。分かってるよ、そっちに回避すんの。あぶねえ。NB 当てて。いやー、掴み範囲狭っ。オッケー、オッケー。どうやって決めようか。空母か。
クエの当てて、オッケー、ギャッ、クエヌ、オッケー、クーゴ当てて、ここギャーくっそここです、オッケー、どうやって終わらせようか、またスマッシュボール出てくるからな、結局、おい、さようなら、ウルグ強え、マジでやべえな、このキャラ普通にめちゃめちゃ強いと思うんだよね。はい、次ミーファイターか、ソードファイターは知らねえな、戦ったことねえな、戦っていこう、頑張って、オッケー、うえー、よっ、 X でもねワリオ使ってたんでね、たまにはワリオを使ってあげたい、オッケー、よっ、どうやって飛ばせばいいんだろう、なんかねスマッシュの仕様変わったからそこなんだよね、なんだ、何それ何それ、ソードファイター強えな、だから何それ、何それ何それ、知らねえんだが、全然わかんねえ、ソードファイター、さよなら、空号いいね、オーケーよっ、何カウンターまで持ってんの、飛び道具と、食います、オッケー、オッケー、食います、ここです、強いマリオ、え、ミーファイター強いな、ちょっと練習しようかな、ミーファイター、わか、使用感がまずわかんないと思うんだけど、さあ次の試合ガノンドロフ、いやでもねこの相性ね、ゼロサム弱くなってるからね、なんとも言えないんだよね、 X の頃は最強、最強というかゼロサム嬉しい、ゼロサム嬉しいんだけど、 OK? X の頃はかなり嬉しい相性だったんだけど、なんだこの人、 OK?オッケー、なんだこの人なんかめちゃ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 やな、なんか戦い方が、さよなら、戻ってこれないでしょこれジャンプなくなってるもん、なんかめっちゃ必殺技ね振ってるみたいな、うーん、めっちゃウェイビー、めっちゃ B 技好きやな、オッケー、いやー、あぶねー、あぶねー、ほいほいほい、
あぶねー、ほいー、オッケー。いやー機動力がね高くなりすぎてね戦いづれえわ。オッケー。何をしてんねん。めっちゃ必殺技振って終わってったぞ最後。さあ次の試合、毒マリとヨッシー。ニキサー、ニキサーってなんだ。ニキか、頑張ろう。オッケー、オッケー、オッケー。うわー空前の判定でかってか早くね、発生グルグリンパー、発生が早くていいな。オッケー、オッケー、さようなら。なんで棒立ちしてたんだ今。なんでや。毒マリはね投げコンができないからそこだけなんだよね。オッケー。あとマリオみたいにね、オッケー、さようなら。なぜだ。さっきからなんか自滅で終わってんぞ。はい、ということでね、今回なんだっけ、ウルフの即死コンボについて触れていきました。少しでも参考になればなと思います。ありがとうございました。バイバイ。